気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。 うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。お、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 いらっしゃ。ありがとうございました。 ありがとうございました。いらっしゃ。気に入ったぜ。ありがとうございました。 しばらく寝てろ。 ありがとうございました。 しばらく寝てろ。 ありがとうございました。
素晴らしい味だ。 ありがとうございました。 素晴らしい。 なんという味だ。 ありがとうございました。 やあ、カズマ君。 毎度ありがとう。またよろしくお願いします。ったく時間食っちまった。 ありがとうございました。 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 気に入ったぜ。さあ、行くか。 ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。気に入ったぜ。ありがとうございました。 いらっしゃいませ。
ありがとうございました。うまいな。ありがとうございました。いらっ。うまいな。ありがとうございました。いらっ。気に入ったぜ。ありがとうございました。いらっ。ありがとうございました。しばらく寝てろ。いらっ。ありがとうございました。気に入ったぜ。
ありがとうございました。いらっしゃい。気に入ったぜ。ありがとうございました。さ、行くか。ありがとうございました。ここがカムロ町。マジで達川のやつ、こんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。おそうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカブロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。ありがとうございました。
しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。なんだ？いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。気に入ったぜ。ありがとうございました。おい、見てみろや、あいつらダサすぎや。
着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか？この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんで。そうだ、キリュウの兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ユウタ、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。達川の近況ネットに上がってました。この達川のページ田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの外道が、遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小川の男と。これはいつの写真だ？ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのはカムロ町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。キリュウの兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって立川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。タスカーが本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。兄貴、ちょっと待ってつかさい。ユウタのやつが。ん？すんません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけそうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい、頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ！あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。あ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ん？あ、兄貴。